昨年11月からこの年始にかけて全国的に暖かい日が続いており、今月4日には各地で3月中旬から4月中旬並みの暖かさとなりました。気象庁によると、全国の43の観測地点で1月として統計を取り始めてから最も高い気温を観測したそうです。そのため一部農作物にも影響が出ています。神奈川県の三浦半島では、もともとの温暖な気候も影響して今の時期旬の大根が大きくなりすぎてしまい安値を更新しています。農家さんによっては、大きすぎる大根は流通に適さないため大根を処分する方も出始めているとのことです。三浦の飯島農園さんでは、切り干し大根を作ったりしてできる限りロスを減らしているそうですが、風があまりない日も続き大根がなかなか乾かないそうです。一方で、野菜が安くなっているのは消費者には助かる部分でもあり、この時を利用してぜひ皆さんも野菜の消費活動に積極的になってくれたらと言われていました。